今日はタロットの練習として4つのデッキの中から大アルカナだけを使って以前やったことあるんですけど愛子様を占いたいと思います。それでは行きましょう。今日使うタロットは日本製のこのエトワールさんっていう方のタロット、そしてこれにはね22枚プラス2枚ドラゴンのカードが入っています。それからこれがテンプル騎士団十字軍カードですね。こっちがジプシー時短タロットですね。次がケルトタロットです。この4つを使ってジブリに出していこうと思います。今日はね何方でいこうかな。じゃあね今日はケルト方でやります。そうでは行きまーす。まずこれから現状の裏付けのカードを出します。で次に次2番が現状を見ます。そして妨害とか援助、逆位置だと妨害になるけど正位置だと援助の意味になります。でこれが正位置なんだけど、こっちは正位置なんだけど、こういうふうに置きますので、あれこれじゃ違うの出しちゃった、全然違うの出してる。それからなんだっけ、近い将来と過去とそれから現在意識と潜在意識でしたよね。はい、この順番でいくと次がケルトカードを使うので、近い将来と あれどっちが先だっけ、近い将来と潜在意識が先だった、将来よりも。潜在意識と次潜在意識を見てみましょう。潜在意識、そして結構裏に出るっていうか逆に出たりしますね。あ、これとこれ同じじゃない？やだ、潜在意識と潜在意識だってこれ逆位置だけど愚か者でしょ。こっちも同じですね、同じカードが潜在も潜在も同じことを考えてるっていう、すごいですね。なんかそういうのってなかなかないと思うんだけど、あと近い将来をいきます。テンプルキちゃんカード、近い将来いきます。なんか恋人のカードがやたら出るんですけど、これそれもしかもこの 3人写ってるっていう、人物が3人いるっていうね、三角関係になりそうなやつ。占ってる人が人だけに。次過去です。過去はジプシーカードで、逆位置が多いですね今日。そしてが立場の裏付けと立場ですね。これはケルトカードの番ですね。立場の裏付けと立場、
かの裏付けと立場。裏で出るっていうか逆で出ることが多い今日本当に。その後は周囲とかいうカードね。でこれテンプルピザーカードで。立場のところに前も出たと思うけどこれ女教皇出ましたね。うん、確かそうだと思うけどもしかしたら違うかな、記憶違いかな。次が11枚目が恐れとか願望のところ、裏だと逆だと恐れになって正位置だと願望っていう感じ。あ、なんか太陽が出てる、良いじゃないですか。で最終予想、最終予想ケルトカード最終予想。あ、何かすごい正義の逆が出てるっていう、なんかすごいことになって正義の逆になってる。いやー、何かどうなるでしょうかっていう、まあ今からちょっと先の何だろう未来なので、すごく遠い未来じゃなくてね、何十年後とかそういうんじゃなくて今から、まあそうしたけど1週間とか1ヶ月とかそういうのなのでまた変わっていくと思います状況は。では見ていきましょう。最初の出したのがこの世界の逆ですね。これから見ていきましょう。世界の逆がどこに出てるかっていうと、現状の裏付けだから、今の現状の、まあ、理由っていうか、こういう風になってるっていう、世界の逆ね。何か、そう、前途多難な、ことがありましたっていうのが、現状の裏付けなんですけど、そう、見通しがつかないとかいうカードですね。この逆に出てるから、あととても保守的だっていうことを、それが今のだからこの現状の理由っていうか、あとはそうですね、結構無茶な無理した生活を送っているっていうか、そう、健康を害するようなそう忙しいんだと思うんですけど、だからそういうのに注意しましょうみたいな感じのカードなんですけど、だからまあそうですね、これ裏付けの理由なので、あと計画に無理があるとかそういう意味でもありますね。はい、あとそうですね、なんかスタート地点に問題があるっていうことが言われています。スタート地点ってどのスタートかわからないけど、それで今があるっていうことが言われているんですけど、じゃあ現状を見てみましょう。現状ですね。あれ、どっちがどっちかわからなくなってきた。これはこっちなので、これですね、現状これですね。またこれも逆位置なんだけど、7番、これなんだっけドラゴンの逆位置、これもしかしてこれ戦車、待ってくださいね。ちょっとまた頼らないと、本に頼らないと、馬車かな。これ馬車だと思うんだけど、馬車だから戦車だと思うんだけど、はい、戦車のカードですね。では行きます。それの逆なので現状
何かやっぱりここにも極端なオーバーワークをしていますっていうのがそう出てますね。働きすぎって出てますね。同じことが言われてる。だから理由のところと、そう、あとはまあ計画が不十分ですとか、何か計画に問題がありますっていうのがありますね。あと、そう、あとは何だろう、何か自分の今仕事をしている環境の中でちょっとトラブルがあるかもしれませんっていう、将来じゃなくて今なんだけど、今現在そういうのがあるのかもしれません。まあ、新しく仕事をしていると思うんですけど、そう、なんかこう見た目はねすごくいいところを見るんですけど、中ではいろいろ葛藤もあると思うし、あとちょっと頑張りすぎてっていうのもあるし、働きすぎとか頑張りすぎて疲れているっていうのが言われてますね。はい、では次はですね、これは正位置で出てる恋人のカード。これはいいカードだと思う。これはヒルト法のこの援助っていうところを見てみましょう。援助は知り合いが多いので仕事にプラスになっていますっていうのがありますね。それから語学が役立つ仕事が良いですっていうこと、まあそうだと思うんだけど、語学に長けていると思うんですけど、あとはそうですね、会話のセンスを磨いています。それが今の状況の、まあそれが援助となっているというか、自分の仕事につながって会話のセンスがあるってことで、あと語学が得意っていうことでね。で、友人とは浅く広く付き合うといいでしょうっていう、そういう、もし周り援助してくれる人たちがいたとしても、そうね、深く付き合わない方がいいでしょうっていう感じですね。そう。で、まあ、ちょっと友人の中で恋人になりそうな人がいるみたいなのが、ちょっとほの昔なんだけど、それは言われてますね。しかも、なんか2人くらい気に入ってる人がいて、周りに。で、そのうち1人を選ぶかもしれません。そう。そんな感じ。まあ、友人がいて、その人は知っていて、そのことはね、まあ、公にはなっていなかったとしても、友人が、助けてくれてるっていうことで、その恋の進展に対して、関して。はい、いきまーす。次。なんだっけ。これはもう、終わったので、返しておかないと。じゃあ次いきます。あ、間違って、これちょっと待って、これ2枚出しちゃってるから、これずれていかなきゃいけない。ちょっと私これから作業します。あー、やっちゃった。薄っぺらいから、ジプシーカード薄っぺらいから2枚ついてることが多いんですよ。やっちゃった。7番に間違ってこれを出すつもりがこれになっていたので、じゃあこれを次に繰り上げて、7番を8番に持ってきます。そうすると8番を9番に持っていきます。そうすると9番が、あれ？そうそう、9番のところにあるのが10番に持っていくからこうなるでしょう。で、あ、違うか、あれ10番になるでしょう。そして11番がここに来るから、まずい、これはなんか違う、これはいらないっていうこと、最後になんか逆位置で出ちゃった、なんかこれ正義の逆位置いらないってことを一番余計に出して、じゃあ最後何ですか、これ太陽が出て、もう最初に結果が太陽だってことが分かっちゃいましたね。いやー、ハラハラしますね。私なんだかおちょこちょいなので、2枚さっきもなんかつながってて間違えそうになったのあったけど、もう一回やっちゃった。じゃあ続きいきます。はい、それでは過去のところ、過去、え、今どう、
潜在意識、顕在意識、今どこやってた？私、顕在意識、間違って、こっちからやろうとしてたけど、これ、顕在意識からいきましょう。逆位置で22番。顕在意識というのは何かというと、ちょっと説明書のところ読んでみようと、まあ、大体わかると思うんですけど、顕在意識というのは、まあ、現在の表面的なところでの意識ね、目標とかどう思っているかとかね。で、潜在っていうのはその反対で心の奥の方にある表面的じゃなくて、で、その現在の本心を表しますってことで、気がついてない場合もあります。本人が気がついてない場合もあるけれど、それが潜在意識というもので、とてもパワーがあって未来を変える力を持っていますってことです。だからここに強いカードが出ていれば、本人の念でたとえ結果が悪くても奇跡が起こりますっていうことが言われています。じゃあちょっとこれ見てみましょう。愚か者の逆なので、ちょっとね、同じなんですよ。だから顕在も潜在もこの方の場合、ちょっと顕在のところで自分がなんか無理をしてるっていうのは、やっぱりさっきも言ってたけど疲れてるとかさ、考えてるみたいです。あとそう、ここに疲れてるっていうのが言われてますね。スケジュールが多すぎてダウンしそうだっていうのが表面的にそう思ってること。そう、あとそうですね、結構いろいろな趣味に手を出しやすい性格みたいなので、あちこちに手を出して長続きしないっていうことに対して反省してるっていうことが書かれてます。あと冒険好きが欠点だっていうこともね、と言動にちょっと気をつけようって思ってるみたいです。あまり衝動的なことを言えない立場なので、ちょっとそういうところで悩んでるみたいな、そうなんか感じかな。じゃあこちら次が同じカードが出てるんですよ。だから潜在と顕在で、こっちも愚か者が出てるんですね。うん、同じでしょ、これとこれって。だから潜在意識ではなんか無謀なことをして失敗したらどうしようとか心の内で考えてるみたいです。そしてそう、あとは何か恋愛に対して恋に溺れたらどうしようとか考えてるみたい。それからそうですね、責任がすごく、責任重要な立場なので責任感がなくなっちゃったらどうしようかなっていうのも悩みの一つっていうか、投げ出したくなったらどうしようとかね。そう、あとは、病気になったらとか大事故にあったらっていうのもすごく心配してることが言われています。それは普通の人でもそうだけど、彼女の場合はとても重要人物なので周りも心配してると思うし、そういうのいつも思ってるっていうことですね。そう、あとは、無計画なことをしないようにっていつも注意してみるみたいです。計画性がないとやっていけない立場なので、そんなことばかりもう頭の中にあるみたいな、そんなことが言われています。では、次。次は、この、どっちから行こう。近い将来見ましょうね。これ恋人のカードなんだけど、逆で出てるんですね。あれ、これ見たっけ、さっき。これは見ましたね。同じだから恋人のカードが2つこうあるんだけど、こっちは逆で出てますね。時々抜かして先に行ってスキップしていなくなっちゃって、置き去りにされたカードっていうのがあって、後から概要欄に書き直したりしてるんだけど、訂正として。あとはこれ、じゃあ見てみましょう。逆だと、これは将来的にちょっと何か、今三角関係だって書いてある。やっぱりさっきも言ったけど、何か二人の人を同時になんか好きみたいな感じが出てますね。若いからいろいろあると思います。なんか拒否されることをとても不満に思っていますって書いてあります。あと友人もそうだけど、家族が特に交際を
それに対して反対しているっていうことが書かれてますね、ここに。あと、これ、現在じゃなくて、これ、近い将来ですよ。近い将来の話ね。で、そう。で、あと、嫌な仕事をしてるなっていうのも、こう、近い将来思うみたいです。そう、あと、死後を注意されたりすることがあると思います。なんか話せば何かいちいち注意されるっていうか、周りがね、こう、監視してるわけじゃないですか。あと、そうですね、ちょっとノールズになるかもしれません。考えすぎてノールズになるっていうカードでもあります。逆に出てる場合は。あとは、同行者と意見が対立するっていう近い未来。それも言われてますね。あと、趣味が多すぎて、なんかどれも中途半端になってしまうでしょって、さっきも言ったけど、同じことが言われてます。あとは、自分では何も決められない立場っていうか、周りが決めるみたいなのがあるから、そういうのに慣れてるから、人の意見に左右されやすいっていう、そういう意味のカードでもあるし、あと、信頼できる友達があまりいないってことも言われています。はい、では次。これは今、ここだったので。では、過去を見てみましょう。過去は、これは、皇帝？皇帝の逆。彼女の過去を見てみましょう。何か、ちょっと、過去は、オーバーワークで能率が落ちていましたっていうことが、やっぱりオーバーワークって出るでしょ。これもう何回ね、この言われてるの。あと、ちょっと社内で孤立しちゃってるような気持ちになっていますっていうのが、あと出世を焦って失敗するかもしれないっていうことが過去気持ちの中にあったみたいです。そう。それでなんか無理がたたって健康を害していた時もありますっていうことが、やっぱりね、無理があるって。同じですね。あと、ちょっと衝動的な性格も実はあって、まあ我慢もあると思うんですけど、何か案外そういうことも喧嘩とかもあったと思うし、家庭内で。うん。表面的にはわからないですよ。でも家の中とか友達との関係とか、そういう中を見てみればいろいろとあると思います。悩みはつけないと思います。では、ちょっとこれ、ここで、これが今、皇帝の逆だったんだけど、次行きます。次は、なんだっけ？これは、強脳の逆なんだけど、これは何かというと、今、ケルトでやってるから、ケルトの場合は立場の裏付け、愛子様の立場の裏付けのカードです。それは、強脳の強行の炎の裏、逆。何か立場の裏は、どうしてそういう風に立場になっているかっていうと、結構何か打算とかで生きてきたみたいなことが言われています。あと周囲の年長者がいつも反対しているっていう、そういう立場がの裏付けがあって今の状況にこう来たっていうことが言われてますね。あと結構孤立してるっていうか、そう、基本的にね。あとはちょっと仕事関係とか人間関係に感情的な何か問題があったことがあったようです。そして今に至るみたいな。あとは女同士で、周りの女同士で見栄を張り合い、出費が多かった時代もあったのかな。そして趣味にお金をかけすぎたりしてっていう、そういう過去をがあっての今みたいな。あとは人に頼りすぎていたっていうことも言われています。はい。でもこれは過去のことで、それがあっての今みたいなのがあるの。これじゃあ今の現状を見てみましょう。現状の、これは現状ですよね。あ、立場ですね。これ立場、どういう立場にいるのかっていうこと。立場、何か、これ15番でしょ。
悪魔のカード、立場が、なんか結構、恋は盲目の状態だって言われてます、今。でもなんか、打算で付き合っていますみたいなことが書かれてますね。あと、愛はなくても他の理由で離れられない誰かしらがいるみたいなことが言われてます。はい。あとは、今の立場は嫌な仕事を案外やってるみたいな、押し付けられて言うからやってるみたいな感じのに言われてます。で、束縛されてるって、仕事にね。あとは、まあ、ちょっと精神状態が今疲れてるって、さっきも言ったけど、オーバーワークで疲れてるみたいな。あと、いろいろアンチとか何かもういるみたいで、そういう何か変な波動を送ってくるっていうか、波長を送ってくるようなアンチみたいな人がいて、そういう霊的な作用でちょっと病気がちだったりするみたいです。変な車術とかする人がいるんじゃないですか、嫌がらせで。誰なんだか知らないけど、アンチがいるみたいです。誰でしょう。あとは、悪い男に付きまとわれたりすることも立場的にあるみたいです。まあ、有名だからね。なんかストーカーとか。あと、占いとかにもちょっと興味があって、もしかしたらタロットとかも知らないし、わからないけど、占い師ってなんか、もしかしたらこういう方だから、専属の占い師とかいると思うんですけど、タロットじゃなくて、だからその、神道だから、そう。そういうのあると思うんですよ。神社とかで、占い師とか、おみくじとかあると思うんだけど、そういうのにちょっと振り回され気味な今の立場とかいうことが言われています。はい。そんな感じ。はい。今どこまで行った？次見てみましょう。これは、女帝の逆位置が出てるんだけど、場所としては、どこに出てる？女帝の逆位置が、周囲のところに出てますね。周囲になんか、周囲のさ、意味って、周りの人たちの考えとか、周りの人たちの状況らしいです。女帝の逆位置。なんか、周りにちょっと、そういう関係だから、女帝的な人がいて、何か、そう、何か敵になってるみたいなことが言われてます。女性で敵な人が周りにいるみたいなことが書かれています。そう。それで何か、そうですね。その女帝の逆と、女帝だと思う。だから、それに尽きるっていうか、女帝的な人が周りにいて嫌がらせをしてるみたいなのが書かれてますね。で、その人は結構浪費とかする人で、で、マザコンの男が近くにいる女性だと言われています。あと、なんだろう、これ。そう。で、その人は、なんか、アンチの人なんだろうけど、そう、将来にこだわっていて、そして、なんか、無駄なお金を使っているような人だということが言われています。そのおかげで、なんか収入が減っている、これファミリーの中でのことだと思う。そのおかげで収入が減っていますみたいな。そう。こんな感じかな。はい。次行きましょう。これもね、女の人が出てますね。女性。これは、女教皇ですね。何かというと、これは願望とか恐れのところ出てるけど、政治で出てるので願望の方を見てみましょう。女教皇の政治。もう政治だといいんじゃないですか、とても。願望のところは、まあ、なんだろう。仕事に少しずつ慣れてくればいいってこと、それが願望で、あと必要な専門知識や技術を、こう学んでいきたいっていう、
それが願望です。あとは目上の人たちの引き立てが必要だっていうふうに思っています。とまあちょっと体が疲れているので無理のない健康法をこれから取り入れていきたいと考えています。それが願望です。あと食事療法とかね。そうちょっとなんか一人旅をしてみたいなっていうのが願いっていうか希望みたいです。あとはそれが研究とか仕事目的の旅だということです。あと読書とかあと仕事に役立つ趣味をしていきたいということが言われています。そんな感じかな。でちょっと時間が足りないので忙しいのでちょっと一人の時間を持ってじっくり考えてみたいっていうのがそういう、そう希望があるみたいです。では最終結果いきましょう。太陽出てますね。ほら愛子様の最終結果は太陽で良いじゃないですか。いきますね。まあそれであの結婚のことは結婚話はなんか最高の人と結婚できますみたいな。そうでまあ第三者を通してうまくいきますっていうことが言われています。そして男子が出産されるっていう将来ね、これはすぐじゃなくてもっと遠い将来だと思う。男子出産っていうのはあと仕事は大成功します。独立のチャンス、リーダー格になるで思い切った実行します。で頑張るほどあの成績が伸びていきますっていう感じで体力も戻ってきます。でまあそんな感じかな。そううん、あとはだからあのその他のところを見てみようかな。成功するっていうカードなんですよ、太陽の正位置は。そうでちょっと明るくて男性的な、女性であっても明るくて男性的な性格の人っていうそういうカードですね。で活動範囲を広めていきます。リーダーになりますっていうのがこれ最終結果です。はい、それでは今日はこれで終わりにしようと思います。太陽ってすごくないですか。やっぱり日本ってあのお日様の日光の国っていうイメージがあるんですけど。はい、それではありがとうございました。また明日。チャオチャオ。